サンジャムはフランス、ノルマンディ地域圏、マンシ圏のコミューン。サンジャムはノルマンディとブルターニュの境界に位置している。ブーブロン川とディエルジュ川がコミューンを流れる。中世、町はサンジャムのブーブロンとして知られていた。フランス革命時代にはブーブロンレモンという名を付けられていた。リベラシオン通り1067年、イングランド王ウィリアム一世は、 ブルトン人の攻撃から領土を守るためにサンジャムの町に要塞を構築した。町の防衛設備は15世紀終わりまで続いた。10世紀から18世紀までは、ラシャ製造の町となり、モンサン・ミシェル巡礼へ向かう巡礼者たちの中継地であった。百年戦争の最中であった1426年、はじめ、ブルターニュ・コージャンゴは、実定と協力して、 サンジャムでイングランド軍を包囲したが成功しなかった。しかし1449年にノルマンディ征服事業が開始されると立志門の軍にサンジャムは落とされた。フクロウ島との戦いの時代、町は共和国派と主安の間で起きた数度の衝突の場となった。1796年の前半を通じ、町は主安の支柱にあった。 1901年から1933年まで、ノルマントラムが運営するアブランシュ、サンジャム間路線が町に通じていた。参照元、1999年まで、イッヘス、2004年以降は NSEE。ありがとうございます。